シークレットベース K ステーション、ミニミニ。皆さん、シークレットベース K ステーションミニミニへようこそ。隊長の近藤かな子であります。この番組では私が隊長、そして聞いてくださっているリスナーの皆さんが隊員さんです。隊員の皆様はぜひ番組を応援するためにメールをたくさん送ってくださいね。よろしくお願いします。さてさて、今回はですね、年に1回か2回かあるかぐらいの私のお楽しみのイベント、1週間の実家暮らししてきました。まあ出張につき、私と子供が私の実家に1週間お世話になるってことなんですけれども、まあ前回とかも結構いろいろ予定を詰め込んでいて、たくさんいろんなね、普段会えないお友達に会ったりとか、お出かけとか買い物に行ったりとかしたんですけれども、今回の実家暮らし1週間のメインイベントとしましては、軽井沢に1泊で旅行してきました。はい、ちょうど1週間の実家暮らし期間が春休みとかぶっていたので、妹と妹の子供、めいっ子ちゃんと、あと、私のお母さんと私とうちの子供の計5人で、軽井沢の方に行ってきたんですね。うちの子供的には1時間電車に乗る、新幹線に乗るっていうのが初めてで、だからこう1時間じっとしててくれるかな、泣いたり騒いだりしないかなとか思ってたんですけれども、まあ行きも帰りも、ずっと抱っこではあったんですけれども、おとなしくしていてくれたので安心して移動することができました。ちなみに軽井沢っていうと夏の避暑地っていうイメージがあるじゃないですか。まあちょっと春先だったので雪とかはそんなになかったんですけれども、軽井沢の方にゲレンデ、スキー場があったりするので、冬の時期もね結構お客さんがたくさんいる時期ではあるんですよ。でもまあ今回は小さい子供とかもいるので、スキーとかはするわけでもなく、まあただ軽井沢に行ってゆっくりしてお買い物してお食事して帰ろうっていうプランでした。お買い物は軽井沢駅のほんと真横に大きなアウトレットモールがあるんですよ。だからそこでいろいろお洋服見たりとかしました。あとね、そうね、旧軽井沢の銀座通りの、商店街の方にも行ったんですけれども、そこで寄ったお店は、ちょっとタクシーの運転手さんに おすすめの、お店とか聞いたら、最近、ミッフィーちゃんのお店とか、スヌーピーのお店とかができたから、そこが、お子さん連れにはいいですよって教えてもらったりしたので、そこも見てきましたし、あとお母さんがもう絶対ここは行くって言ってたパン屋さんがあって、それがブランジェ浅野屋軽井沢弓道本店っていうところがありまして、フランスのパン屋さんらしいんですよ。でここすごい歴史があるらしくって、1933年に開店したベーカリーらしいんですよ。そう、すごいですよね。もうパンはね、もうどれもちょっと高級だなっていうところあったんですけれども、実際そのいただいてみて本当に美味しかったです。なんかパン自体もね、なんだろう、やっぱり小麦が違うのかな、発酵の仕方が違うのかな、バターが違うのかな、なんかねすごい香りがふわーって
いい香りが立ち上がってきて、で外はカリ、中はふわんで、すごく美味しかったんですよね。そして食べ物といえば、まあ、今回泊まったホテルの夕食はブッフェだったんですけれども、そのブッフェのプランの中にお部屋でブッフェっていうプランがあって、そう、まあ、普通はそのブッフェ会場でお食事取ってその場でお食事するじゃないですか。でもお部屋でブッフェっていうのは、そのブッフェ会場に行くと専用のお弁当箱っていうのがいただけて、お弁当箱と、まあ、カップ2つぐらいいただけて、そのお弁当箱の中にブッフェ会場にあるお料理もデザートなり全部をどれだけ詰め込んでもいいですよっていうプランなんですよ。それでその詰め込んでそれをお部屋に持って帰って食べることができるんです。そう、まあ何ですかね、うちの家族はよく食べるので、あと姪っ子も育ち盛りなので、店員のお姉さんがね、このお弁当箱の蓋が閉まらなくても OK なので好きなだけ詰め込んでくださいねっておっしゃってくださったので、もうちょっとすれ違いざまのお姉さんたちが、そんなに詰め込むのみたいな感じでちょっと笑われたりもするぐらい、たくさん詰め込んで、お部屋に持って帰らせていただきました。まあ本当にローストビーフ、天ぷら、お刺身等々、あとデザートとかフルーツとか、季節的にはいちごのね、ケーキだったりとか、あと焼きたてのバームクーヘンがあったりとか、デザートも充実していて、ご飯もどれも美味しくって、とても大変満足させていただきました。お部屋でブッフェがあるっていうのはやっぱり子連れとしてはね、そのブッフェ会場で騒がないかとか、やっぱり落ち着いてね食事ができなかったりするんですけれども、お部屋で持ち帰って食べれるっていうのはね、とても良かったです。しかも残ったお料理は冷蔵庫に入れて、翌朝レンジでチンしてお部屋でまた食べることができる、つまり夕食と朝食兼用でいただくことができたというのと、またさらにお得だったプランなんですね。はい、うちは本当にいっぱい詰め込んだので、朝はなんかこうたくさん詰め込みすぎたケーキなどを、あとお肉とかもいただきました。本当に良かったです。たくさん食べさせていただきました。まあ、一泊だったんですけれども、軽井沢とても楽しかったです。ぜひぜひ皆さんもね、軽井沢、アウトレット、そして、旧軽井沢銀座通りなどなど、遊びに行ってみてはいかがでしょうか。まあ、今回のメインは一泊の軽井沢だったんですけれども、やっぱり他にも会いたい友達に会ったりとかして、そう、とても楽しい時間を過ごさせていただきました。横浜で落ち合って、横浜のパセラでママ会プランで、キッズルームを借りて、子供はお遊具で遊んでて、ママたちはおしゃべりして、そしてご飯食べるみたいなこともやらせていただいたりとか、そう、あと横浜だったので、私がずっと消えた初恋で目黒くんとミッチーが乗ったゴンドラが気になってて、あれ乗りたいなって言ったら、いいですよって言ってくれたので、それも乗ることができたりして、そう、とっても良かったです。いや、もう本当1週間あっという間でね、もうなんといっても実家に1週間過ごさせていただくっていうのは本当にありがたくって、もう実家で暮らしているとお母さんが料理もお洗濯もお掃除ももう何もかも全て家事のことやってくれるんですよ。で、また子供の面倒だけ見ればいいと思うんですけれども、やっぱりその妹であったりとか姪っ子であったり、お父さんも、そしてお母さんもね、うちの子供もしっかり遊んでくれたりとかして、もう私はゆっくりと1週間過ごさせていただくことができました。本当に感謝です。実家っていいなーって、やはりね、出てから、そして子供を持ってからはとてもとてもしみじみ感じました。本当、そしてありがたいなーって思いました。
やっぱり実家はいいなーって思ったこの1週間でした。それではここで1曲お聴きください。近藤かな子のアルバムフラクションよりエボリューショナル。そろそろお別れの時間です、この番組では皆様からのメールを大募集しております、普通のお便り、普通お便り、私近藤への質問、お悩み相談など何でも OK です、メールの宛先は、Kステーションの公式 X の DM から送ってください、X の ID はアットマーク SPADEPANDA3 数字の3アットマークスペードパンダさんでございます。シークレットにあなたのお便りがステーションに届くのでどしどし送ってくださいね。次回の締め切りは5月の10日金曜日となっております。ぜひ送ってください。よろしくお願いいたします。それではここで告知をさせてください。ただいまですね、絶賛発売中となりました、3月に行われました SGM フェスのライブ CD 絶賛発売中です、ライブ音源をそのままに CD に収録されております。あのライブの感動をもう一度、そしてまだライブに行けなかったよっていう方もぜひライブ CD こちらお買い求めください。どうぞよろしくお願いいたします。そして引き続き各サブスクリプションで近藤かな子の楽曲が配信中です。ぜひお使いのサブスクで近藤かな子で検索してみてください。いろんな楽曲が出てくると思います。ぜひぜひたくさん聴いてくださいね。その他近藤の活動などは X の方でつぶやかせていただきますので、そちらでご確認ください。よろしくお願いいたします。はい、ということでもう4月26っていうとゴールデンウィークになっちゃうじゃんね。もうすぐね、早い、あっという間。この間年が明けたと思ったのにもう5月も始まっちゃうゴールデンウィークですよ。皆さんどうお過ごしですか？まあね、そうね、ゴールデンウィークいろんなところにねお出かけする方もいらっしゃると思いますが、まあね、この間久しぶりに横浜に行ってとっても楽しかったので横浜に行くのもおすすめです。やっぱ中華街の食べ歩き、最近流行っている中ラージーパイとか大きい台湾の唐揚げとかああいうのも美味しいし、あといちご飴とかもうタピオカドリンクもやっぱそこでね飲むってやっぱり違うじゃないですか。海を見るのもいいよ横浜で。はい、綺麗な街並みもね横浜の魅力だと思います。ゴールデンウィーク皆さんぜひぜひ楽しんでくださいね。それではまた次回お会いいたしましょう。お相手は隊長の近藤かな子でした。またね。この番組はターゲットの提供でお送りいたしました。
この番組は私たちミステリーガールズプロジェクトの普段の活動やメンバーのプライベートをご紹介する番組です。ついに始まりました、愛理の MGP ログ。メインパーソナリティを務めるのはミステリーガールズプロジェクトの愛理です。よろしくお願いします。リスナーの皆様にはぜひ M ログで覚えてもらえたらなって思います。こういう自分進行で話をしていくのは初めてで不安でド緊張しているんですが、楽しんだもん勝ちだと思うので楽しみたいと思います。温かい目でや温かい耳で聞いてください。